はい、こんにちは。正さです。この番組はですね、現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語っていく、聞くだけでちょっとギークになれる、そんな番組となっております。はい、今日のテーマはですね、AI による代替が始まってきている件というテーマでお話をさせていただきます。えっ、ー、と、皆さん、あの、英語とかを翻訳するときに、まあ、どんなツールを使っていますでしょうか まあ多くの人は Google 翻訳を使っているのかなと思います。えー、僕もですね、えー、まあ仕事とかで結構 Google 翻訳をえ使っていたりします。でえーとまあ、そんな翻訳ツールなんですけども、えー、と皆さん DeepL というえーサービスをご存知でしょうか。こちらはですね、まあ、Google 翻訳と同じようなです、ねえー、翻訳サービスなんですけども、えー、こちらはですねドイツが拠点になっている企業さんでしてですね。でえー、とこれがですね、 えっと2020年の3月にですね、えーっとまあ、今までその欧米言語だけだったんですけどもそこに加えて中国語と日本語の翻訳機能をつけたに対応したということでですね話題になりましたで、まあ、これは3月に出た時点ではですね、まあ、無償であの文字制限があるという前提で無償でサービス展開をしていたんですけどもでこちらがですね、まあ、出てから 当然、その Google 翻訳とどう違うのかみたいな感じで、えーと、いろいろ検証する動画とかが出回ったんですね。で、僕もそれを見ていて、これはやばいのがで出てきたなという印象でした。えっ、ー、と、まあ、Google 翻訳と同じね、あのー、日本語を英語にして、で、その英語を日本語に申してみたときに、えっ、ー、と、まあ、まずは正しく英語に翻訳できているのか、で、その英語、 日本語で直してみたときになんか違和感のないような訳し方になっているかどうかっていうのをちょっと検証した動画とか結構上がってるんですね。あの皆さんも YouTube とかで探してみると DeepL って探してみると出てくると思うんですけどもそれを見る限りですねめちゃくちゃいいとめちゃくちゃ DeepL の方が Google 翻訳に比べて違和感がないというかもうなんか自然な訳し方になってるんですね。でこれは、まあ、ひとえにその, AI の 力を存分に使ってやっているというところで、いよいよすごいツールが出てきてしまったなというところで、でこれがですね、実は、えーとですね、なんとその有料対応で、やっとその有料対応してくると、あのちゃんとしたサービスとして開始しましたというニュースが飛び込んできました。でこれは、えー、とですね、えーとまあ、月額 1200円から使えるそうなんで、すねで。年払いにすると、えー、750円からか、うん。で、基本的に、まあ、3つプランがあるそうですね。スターター、アドバンスド、えー、アルティメイトという、まあ、3つのプランがあるんですけども、でまあ、基本的にはですね、これが何だろうな、えー、毎月その翻訳できる文書数というのが、まあ、このプランによって変わってくるみたいです。あとはまあ支援翻訳の,そのツールがあるんですけども、そこの機能の制限が えー、あったたりりなかったりっていうところが、えーまあ、プランの差になってくるんですけども、で僕はここ注目しているのが、えーと、有料サービスになるとですね、なんとマイクロソフトのですね、ワ、えードとかパワーポイントをですね、えー、元のフォーマットを維持した状態で、えー、翻訳できるという、えー、状況になるそうです。で、これは結構大きい出来事かなと思います。というのも、えー、とこういった、まあ、翻訳をする職業って当然今まであったと。で 日本人とか、まあ、中国人特にそうだと思うんですけど、えー、と何かです、ね、最新の情報を得ようと思った時特にまあ僕のようなそのエンジニアみたいなその技術系の最新の、えー、と情報を得ろうと思った時にですね,、えー、とですねほとんどそれがまあ英語の文章なんですね、うんあのーまあ、当然その欧米の方がその科その技術的に進んでいるというのもあるんですけども、まあ、そういった 資料を、まあ、最新本当に最新のものを得ようと思ったときには、絶対あの英語文章を当たらないといけないという状況なんですね、実際は。で、そういったときに、やっぱりそういった、えー、と翻訳するというところは非常に重要な、えー、今まで重要な,、えー重要なえー、お仕事になっていたんですけども、でそれが、えー、なんだろう、ワードとかパワポを、えーま、自然に読めるように日本語に直してくれたりとかする業務っていうのは、まあ、今まで、えー、たくさんあって、まあ、これからも。 そこはなくならない。ですが、えーと、そこがついにその AI ツールに、えーまあ、代替できるようになってきているという状況ですよね、うんで。多分これ使ってみると分かると思うんですけども、えー、と本当に日本,、えーと日本であの、人間が訳したように自然に訳せるので、えーまあ、完全に、ね、そのあの置き換えられるかどうかというのはまた、えー、と別の話だと思うんですよ。あのね、この文章を あの翻訳するというところに限ってはですね、AI に代々できてきてしまっているんじゃないかなと思ってます。で、あのこれですね、あの実はそのこのツーサービスを提供しているだけでなくてですね、この DeepL というのは API プランというのも用意しているそうですね。えー、といわゆる Web API と言われている API ですね。そのをそのをカスタムの サイトとかに埋め込むことができるそうなので、まあ、あのその業務に適したあのツールにこういった高性能の翻訳機能もつく、えー、と埋,め埋め込みができるということなので、まあ、かなりです、ね、その業務によらずです、ね、自分たちに適した使い方でこの機能を入れ込むことができるということで、まあ、相当です、ねえー、とやっぱこのこ 翻訳するというところに限ってはもう AI に完全に代替されていくんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあこういったですねあのもう AI による代替っていうのは、まあ、これずっとですねあの今まであのされていくされていくっていうふうに言われてきましたけども、まあ、なかなかね、えー、とそこの本当の実際の業務を本当に完全に代替していくってことって、まあ、今までなかなか まあモデルをその業務に適したモデルを作るっていうのは結構大変なことで、まあ、データを貯めていれば、えー、できるっていうみたいな、えー、風潮はあるんですね。なんですが実際そのデータを使ってですねあの本当に人間に置き換えられるような効率を出せるモデルを作れるかどうかっていうのはまた別の話なんですね。 なんですが、まあ、今回、この、ねあのー、翻訳というところは、えー、これは、えーまあ、言語なので、えーまあ、あまりその業務によらないというか、えー、翻訳するというところっていくらでもデータを集められるんですね。はいまあ、そういったところで非常にこれは適しているんですよ。AI をモデルを作るというところですね。でえー、となので、まあ、この、あのー、全ての業務に、えー、適した AI を作るというところではこの翻訳というのは、まあ、作りやすかったというところもあるんだと思うんですけども、まあ、それでもその、ね、今まで Google 翻訳一択だったところを、えー、さらにあの賢い AI を作って、まあ、そういったサービスを展開してきているんですねこの DeepL というところは。はいえーまあ、こ,いこの DeepL 多分使ってみてない人は、まあ、その凄さがわからないと思うのでまず使ってみてほしいんですけども えと多分ね、これね、あの本当にその日本企業の中でもメジャーになっていくのかなとは思います。というのもですね、えーまあ、こういった、ね、あの業務をしようと思ったときに、まあ、ウェブサービスですと、やっぱりあのの、ね、データの機密性とかを確保してもらわないと困るじゃないですか。手使えないじゃないですか。で、これの DPL の,のいいところって、これドイツにこのサービスを置いてあるんですけども、ドイツなので、まあ EU ですよ。EU って、あのすごいあのデータ保護規制が厳しいんですよ。皆さん、g t p r で聞いたことあると思うんですけども、あのそういったこともあるのであの、非常にその機密性にもですね、優れているというところで、多分この Google 翻訳を使って、まあえー、業務でなんか使おうと思ったときは、こういった Google 翻訳を使うよりも、まあ、こっちの DeepL の方で、えーまあ、月額払って、プランに入って、えー、業務をするっていうことが、まあ、スタンダードになっていくのかなとは思いますので、 ぜひです、ね、まあ自分の業務の中でその翻訳を使う場面があるという時はですねところがあるのであればこの DPL をまず調べてもらってですね、えー、もしかするとこれによって、えーまあ、代替できる、うん、人も今まで人がやってきたところで人件費がかかって,きたかかってい,たいたんですけども、まあ、これを使えばより安くだってこれ月額数千円ですよ、うん、数千円で、えー、この翻訳をしてくれるので、えー、まあどう考えてもその人件費を よよりは安くなるんですよね。しかも、まあ、人と違って、まあ、人の方がきめ細かいことができるかもしれないんですけど、えー、こ,のこういったサービスを使った方が、えーと、なんだろうな、均一性があるというか、えー、あまり間違えない、うんあの、人間的なミスをしないというところですね。といったところで、まあ、業務に適したのはどっちなのかというところですね。うんまあ、こんな感じで、どんどん,どん,どんです、ねえー、AI に代替されていく世の中が、えー、だんだん,なんです、ねえー、始まってきているんですね。 とということで、えー、と今日は AI による代替が始まってきている件というお話をさせていただいたんですけども、まあ、ちょっとこれは、ねあのーまああのー、完全に、ね、その人がいらなくなっていくという話ではなくて、だん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 えっ、ー、と代替が始まってきて、まあだ、えー、ががんだ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 んなんだ、ねうんだ、えー、んだんんだんだん あこれによって僕の仕事なくなっちゃうというかそういうのを考えないですねこれを使って自分の仕事がいかに生産性を上げるかというのを考えていってほしいという意味で今日はこの話題をさせていただきました。はい、面白かったたたででですすねまた聞いていいてだくと嬉しいですそれでは